お元気ですか、ペルシアンと申します。今晩の夕飯はですね、うどんです。で、昨日ね、野菜炒めを作って、その残りでね、ちょっとね、具にしてね、ちょっとこれだけでは面白くないので、粉チーズを振ってみました。で、どうしてうどんにしたかと言いますとですね、今日ね、北海道でね、北海道で住んでますけどね、すごいね、猛吹雪が吹いてたんですよ。で、寒かったんですよ、めちゃくちゃ。それでね、あったかいうどん食べたいなと思ってね、うどんしました。だからね、今回ね、うどんしたからね、なんだ面白くないなとか思わないでください。すごい寒かったんです。もうで、でね、今回は夕飯は、うどんにしました。で、お酒はね、いつものね、はい、で、青色のやつです。で、これね、このです。まあまあまあ、今回まあまあじゃないですかね。はい、で、このね、2つをね、食べてね、今日はね、過ごしたいなと思っております。で、いつもとですね、紹介したいね、YouTuber 仲間のね、URL もね、貼っておきますのでね、今後のね、動画とかもね、載せておきますのでね、もしよかったらそちらの方もね、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。で、お仕事お疲れ様でした。明日は水曜日です。で、お休みなさってる方もいらっしゃると思いますが、体調を整えてね、あとはお風邪と怪我と、いつもの病原菌に負けないでね、お仕事頑張ってください。以上でございます。大変短い動画ですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。あとはですね、ツイッターの方ですわね。ツイッターの方は、プロ野球のね、直筆サインカードとか白サインカードを載っけておきますのでね、もしね、ツイッターやられてる方もいらっしゃいましたらね、そちらの方でね、ぜひ、そちらの方もね、遊びに来てください。よろしくお願いします。じゃ、ペルシアンでした。どうもありがとうございました。